貴下奥くべしこれは四季に出てきます真の旅不意のお話ですもう真の終わりの頃のお話ですけどもま貴、あ、下というのはチャンスですねチャンスと見たらそれを素早く掴もうということでありますこの旅不意という人はですね町の国におりましてそこに人質として来ていた真の講師をたまたま見かけましたその講師はみすぼらしい身なりをしていてですねおどおどしていました でもそのおどおどした姿を見てですねこれはチャンスだ帰化ということですから優れた商品だ置くべし手元に置くべきだ掘り出し物を手,手元に置くべきだという商人的な発想でですね行動したこれが旅風でありますそのみすばらしい講師を引き取ってですね飾り立ててそしていろんなところに賄賂を送ってですねこの人は優れた人ですよということで押し立てて最終的には 秦の国に戻して王様に昇らせました後の宗女王ということになります始皇帝のお父さんということになりますそして宗女王はみすぼらしい自分を引き立ててくれた両夫、まあ両夫尉自体も優れた才覚を持っていましたので秦の宰相として重く用いたということでありますですので両夫尉はこの貴下奥部氏という言葉チャンスと見たら ドンと投資でそこにしっかりとお金をかけて、そして手厚くもてなすということでチャンスをつかんだわけです。つまり、先見性、決断力、行動力、この三つが揃った行動が、まあ戦国の世を終わらせて始皇帝を生み出す、もうその道を切り開いたというふうにも言えるのではないでしょうか。